はい、どうもお疲れ様です。今日ね、パウパウについてご説明します。パウパウって知ってるかな？知ってるよね。ジャックさんとかがよく、パウパウの大会とかやってますよね。これパウパウっていうのは、マジック・ザ・ギャザリングの用語だったと思うんですけども、コモン限定戦、つまり一番レアリティの低い、C、および黒い丸、そういうので、ね、作ったデッキ、だけでやる大会ですね。はい。で、このパウパウ結構値段も安く作れるし、初心者の人にも分かりやすいっていうことなんで、うちの店ブックアイランドジュニアイルマ店でも結構みんなでやっていこうと思ってますし、店頭でスターターデッキの販売なんかも始めてます。はい。で、このパウパーなんですけれども、実はルールとしてコモン限定戦、ただし、電動禁止カードそういうのないよ、つまりコモンカードなら何でもいいんだよっていうルールで一応やってる大会なんです。でもですね、これはもうあくまでブックアイランドジュニアイルマ店のオリジナルのルールなんですけど、うちの店で販売するデッキに関しては電動に準じたデッキを販売することにします。それはなぜか、やっぱりこのデッキを初心者の小学生中学生の子が買ったりして、このデッキで、DMR を覚えてもらいたいわけね。だからこのデッキをやって、なんならこのデッキをちょっと改造した形でお友達と対戦したり、普通の大会にも出てほしいなと思ってる。つまり初心者が始める本当のスタートであってほしいと思ってるから。だからその電動カード、本当は4枚入れちゃいけないカードを4枚入れたりして、まあその方が強かったりするんだけど、そういうことするとさ、例えばこのデッキと普通の他のこのデッキで対戦した時に、なんかお前のデッキ変じゃんって言われちゃうでしょ。だから、パウパーで電動に準じたデッキ、なんならこのデッキのまま普通の大会に出ても怒られることはないよと、そういうのを、たくさん作っていきたいと思ってます。まあ動画内、ではもちろんね、そういうパウパーなんだから別に4枚入ってたり、そういうデッキを使う人もいるかもしれないし、大会とかでは全然パウパー限定の大会とかではそういうデッキもあるかもしれないんだけど、あくまでうちが販売するデッキは、この電動に準じた、パウパーだということだけ一応言っとこうかなと思います。もうね、本当にこれ分かりやすい、僕でも分かりやすいんで、ぜひこれをきっかけにまたDMに復帰するとか、もしくは始めてみようかなみたいな、そういう子たちに説明するのにすごいいいかなと思ってるんで、はい、押していこうと思ってます。とまあ、だからうちのパウパーはあくまで電動パウパーなんでっていうことを言おうと思いました。はい、ではそういうことでした。お疲れ様です。ブックアイランドジュニア入間店は埼玉県入間市にあるカードショップです。ブックアイランドでは YouTuber を全面的に応援しております。店内での撮影はもちろん OK、 Wi-Fi も開放しております。充電も可能です。 YouTube に動画を出してみたい方、ぜひご来店お願いします。スタートをぜひ応援させてください。